ただいまですね、7月の20日、うん、現在9時半なんですけど、はい、今日はね、うん、ラストワークなんですよ。おめでとうございます。ありがとうございます。というわけで、卓球に入る前の最後のお仕事を動画回していきたいと思います。なるほど。仕事しながら頑張ってる、うんうんうん、方もたくさん今って多いだろうなと思うから、うん、そういう人たちと、まあ、妊娠ライフ、うん、仕事しながらでも一緒に頑張ろうっていう動画です、うん、見てください。はい、行ってきます。いらっしゃい。お腹の豆丸も一緒です。頑張ると。おう、おはようございます。おはよう。あー、すごい暑い。暑いっす。おはようございます。できた。頑張るぞ。頑張ろう。バレた。ナイス。今日のモデルのナチョスでーす。ナチョスでーす。パン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 。今日ね、あれなんですよ。今日で多分ほぼ産休前、がっつり仕事はラストです。あ、そうなんだ。そうなの。ラストお仕事なんですよ。もうだってお腹がこんな。そうですよね。パンパンだから、まあね、割とアクティブ妊婦だから。動けちゃうんですけど、動けちゃうから怖いから。結構皆さん身重でなんか大変だってね、聞くけど。そう、私本当に多分順応性が高いのか、なんかもはや慣れてきて、この身重に。トゥットゥルーン、メイクが完成してきました。かわいい、かわいい。エロ、いや、かわいい。全然かわいい。このさ、ワンピースね、すごい着やすいんだよ。ベストは別ですよね。ベストはセットです。セットなんてお得な。お得でしょ。しかも、これ、まあ、脱いでも着れるんだけど、脱いで着た時には、これリボンがね、甘すぎるなって人は、リボン取ってもらって、ウエスト、この状態で着て、まあね、シンプルに着ても可愛いし、ベストを脱いで、ウエストに巻いてね、ブラウジングしてても、可愛いんです。最高ですね、ミコアメリー。最高やろ。誰だよ、デザイナー。はい。あ、いった。
はい、はい。なんか迫ってきた。みんなが気を使って車を飛び越えてくれました。何部屋？これはお団子部屋。お団子してんのか。うん。今季のみこちゃんめっちゃ可愛いんですよ。いや、毎シーズン可愛いですよ。毎シーズン可愛いんですけど。特に？特にまた更新しちゃった。おお、記録更新。はい、記録更新。イエー。だってもう9年目。そうか、もうそんなか。9年。うん。すごい。という間、来年で10年。記念だ。早いね、そんな続けられるっていうのがすごいけど、ありがたい、本当に続けられて、うん、感謝感謝、すごい、しゃっくりしてる、しゃっくり中です。わかるんだね、わかる、もうねも頑張ってる。かわいい、かわいい、全然だる、うんうん、いい感じ、かわいい、良さげです、良さげです、あ、いい、かわいい、めっちゃいい、あ、かわいい、まあね、最近なんかいろいろと新しいことのお仕事とか、その、まあ、取締役に就任したり、そのブランドのこともやっぱりその徐々にね伸びていく過程でやっていきたいこと
がすごい楽しくって発信したいこともあるしとかも山盛りやりたいことだらけなんですけど、じゃあ休んでる間に下の子たちにもうちょっと抜かされちゃうんじゃないかとか、その今まで積み上げてきたものとかがその出なくなることによってなくなっちゃうんじゃないかなとかってすごい不安になったりもしたんですよ。その休みしてる期間ね、みんなもさ前には出れないし、 SNS の更新頻度とかも、まあ、前ほどできなくなったりもすると思うんですけど、で不安になるんだけど、なんかその中でもきっと自分のいいところとかに自分が気づけていて、でそれを会社だったりとかその周りの人にきちんと伝えることができてれば、きっと戻った時に居場所っていうのはあるのかなっていうのを私は信じて、あのお休みっていう決断をしましたね。すごいきっと働いてる女性ってみんな悩むと思うんですよ。がむしゃらに頑張ってきたからこそなんか止まってしまってでね、自分の代わりがその間にポジションができちゃって、この人ができきちゃって戻ってきたら居場所がなくなっちゃうんじゃないかとかっていう心配ってあると思うんだけど、なんかその心配をして自分のね、そのやりたい方向じゃない道を選ぶのって違うのかなって思うし、ね、自分の人生だから言ってしまっても、自分が、まあ、なかったらなかったでまた作り上げればいい話だ。その時に出産後に絶対違う新しい自分が出会えてるじゃないですか。だからあんまり考えすぎずに、その時の流れに身を任せながら自分が今できることっていうのをきちんと伝えていくっていうのが大事なのかなって思ってます。だからね、産休入って、まあ、のびのびと自分の本当にやりたいことをしながらも、まあね、きっと子育て落ち着いたらまたお仕事復帰すると思うので、その時はぜひよろしくお願いします。でも SNS はね、まあ、YouTube とかはできる限り更新していくので見ていただけたら嬉しいです。はい、という感じで、まあね、今日で仕事納めっていうのでしたよっていう動画でした。まあね、悩むことも多いと思うんですけど、やっぱりハッピーママの方がね、子供も嬉しいと思うし、あのハッピーマインドでね、力強いパワフル母ちゃん目指しましょうというわけで、今日も皆さん見てくれてありがとう。また YouTube でお会いしましょう。バイバーイ。見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。